はい、じゃあ機械の台の使い方です。でちょっとこれ分かりにくいんですけど、この点々が出てるところを横にするとこれがスライドして出てきて、戻すとスライドして戻っていくっていうのがありますね。でこの手前のこれを下にすると台全体が下に下がって、上にするとこんな感じで台が上がります。こっちは患者さんの椅子で、下にすると椅子が下がって、上にするとこんな感じで椅子が上がってくる。なのでこれのバランスで椅子と患者さんの顎を乗せる場所を調整して、患者さんが、顎を乗せやすい、診察をしやすいようにします。顎と椅子の状態ですけども、例えば椅子が低くて台が高いと、このように下顎は乗るけどおでこはつかない。これを無理やり後ろからこうやって押せばつくんですけど、患者さんは背伸びしなきゃいけないのでちょっと辛いです。はい、こんな感じで、例えば台が、高くて、で椅子の高さとのバランスが悪いと、おでこだけがついてしまって顎が引けてたりとか浮いてしまうっていうことがあるんですね。そうすると診察してる間に患者さん動いてよく分かんなくなってしまうので、顎とおでこがどっちとも前にしっかりとつくようにするのが正しい高さとなります。でもちろん医師でも調節しますけれども、まあ、助手さんなど周りの人もちょっとフォローしてもらうことになります。このように顎とおでこがしっかりついた状態で診察をした方がスムーズになります。顎が浮いていると患者さんは動いてしまうので、どこを見ているか分かんなくなります。おでこが浮いてしまうと、どんどんスリットを奥にしなければいけないのでピントが合いにくいので、できる限りこの状態を保つっていうことが必要です。もちろん患者さんの状態によっては顎しかつかないとか状態で、首が痛い、いろんな人がいますので、サポートしてあげることが必要です。とりわけ特にこの顎とおでこが重要になるのは、眼底を見るとき、レンズを乗せて見るとき、あとは隅角を見るときなどは特に患者さん逃げやすいんですね。頭が逃げていきやすいので、そういうような診察をするとき、はたまた目の処置をするとき、例えば角膜の抜歯をするであるとかってときは、ちょっと後ろから軽く押さえてあげるっていうのが必要です。で押さえるときにただただぐーっと押さえればいいっていうふうに考えがちですけれども、ちゃんとついている場合は軽く支えているだけの方がいいです。そうしないと患者さん痛くなってしまったりして逆に逃げたくなります。軽く支えてて逃げたときに力を入れる方が、力って出やすいんですね。ずっと力を入れてる方が難しいので、軽く支えてあげて逃げたらちょっと力を入れると、患者さんは逃げちゃいけないんだなって分かってくれます。目が見づらい患者さんとか、どうしてもこう顎が曲がったりとか、挨拶をしてる患者さんとかもよくいる。そうするとですね、この台がこう前に出てくるとき患者さんに当たっちゃうんですね。なのでこうやって台を出したとき、ここに手を添えてあげると患者さんの頭が当たりにくいので、ちょっとそこは注意して手を出してあげてください。